今回は12月21日のアプデでカード追加されたノーマル平正盛を紹介するよ。計略は式4で発動値の式が多いほど無力が上がり、式10以上の場合マフィア効果が追加される。武力上昇値は式12時にプラス7、高めの速度低下値で性能は優秀やけど、じっくり式を貯めてから戦うのは豪流の立ち回りになりがちなのがネック。今作の計略名に陛下がつくのは三国志の栄光系と同じ、発動時の士気が高いほど強くなるカテゴリーやけど、追加効果にマフィアの速度低下値は士気10以上なら均一っぽいよ。てめえ、そうね、行くぞ。開幕にワントップ騎馬を迎撃しても内乱も取れへん。こういった点は騎馬単4枚相手するのがしんどいところよな。侵略せよ。斧が理想に潰されたか。やられるものか。引き上げよう。行くぞ。不死鳥となる。まだ終わらないのか。そうね。風林火山の旗のもと結束せよ。そうね。一撃これ。一撃。敵の力を見誤ったか。ワコード、下がって俺の戦を見ておれ。流派発動。見ろ肩。全力で一撃。引き上げよう。流派発動。三の肩。構えてやら。時間かしら。周囲に敵はいないだろう。そうね。ここが勝負どころ。伊勢兵士が成長する時ぞ。火山の旗のもと結束せよ。手を出すやつは骨も残らんと思う。豪走の誉れは式音で武力プラス3の損撃ダメージ上昇。70の効果終了時に式3バック。テキストは優秀やけど、総撃のダメージ操作にしにくい英傑対戦のバランスが逆風。
勝負どころ、伊勢兵士が成長する時ぞ。戦機開始。さっさと逃げな。拙者の力お見せしよう。出過ぎたか。てめえ奴は骨も残らんと思え。流派発動。三の肩。見切られたか。我が死は伏せよ。この試合展開で指揮力と同時にエイマ戦法を受けないのはプレイングミス。こういった甘えはなくしていきたいとこやね。周囲に敵はいないだろうな。引き上げよう。斧が理想に潰されたか。今回は2試合あるよ。見とれている場合ではないぞ。見て。力を見誤ったか。引き上げよう。まだそうです。構えてやら。駆け引きの本質は心得ている。まだ終わらないのか。行け。どんで。骨も残らんと思え。流
波発動。一の型臆病ではない。慎重なだけだ。そうね。くらえ。駆け引きの本質は心得ている。ここが勝負どころ。伊勢兵士が成長する時ぞ。のんびりまったり行きましょう。流派発動。三の型受け。前期解放。敵の力を見誤ったか。のんびりまったり行きましょう。引き上げよう。まだ。そうね。まだ。そんな。このが理想に潰されたか。まだ。捕まえてやら。駆け引きの本質は心得ている。まだ終わらないのか。手を出すやつは骨も残らんと思え。行け。老将の底力よ。敵の力を見誤ったか。松にお任せください。やるよ、一族のために。そうね。流派発動。三の型のんびりまったり行きましょう。そうね。のんびりまったり行きましょう。お相手がやらかす流派と気が緩んでこっちもやらかすのはあるあるやけど、それで取りこぼす可能性もあるから、こういったミスはなくしていきたいね。ここは勝敗確定局面やから。
連マッチ考慮で王には隠すのがベストかな。引き上げよう。ご視聴ありがとうございました。